那須町議会だより、令和4年11月1日発行、ナンバー166。音訳はサークル泉です。録音図書判例、レベルは2です。レベル1は目次にある項目。レベル2は中項目。写真、図表等はグループで区切りました。録音図書判例終わり。目次、表紙1ページ、議会報告会2ページ、決算審査特別委員会4ページ、第5回定例会6ページ、予算審査特別委員会7ページ、一般質問8ページ、常任委員会重点活動14ページ、議会モニター会議17ページ、議員見聞録17ページ、全20ページです。目次終わります。表紙の説明、夢と希望を応援、Go for it, NASと題して、幸福の科学チアダンス部ゴールデングルフィンズの皆さんの踊っている姿が映っています。揃いの赤いユニフォームを着て、ボンボンを手にし、高く飛び跳ねている人もいます。ゴールデングルフィンズは、アメリカで開催された世界大会で世界一に輝く実力派です。町のさまざまなイベントに花を添え、一糸乱れぬ華麗な演技は人々に感動と明日への活力を与えてくれます。表紙の説明終わり。2ページ3ページ議会報告会。開かれた議会を目指して、議会報告会、意見交換会を開催しています。多くのご意見の中から一部をご紹介します。7月22日、那須町農業委員会との意見交換会です。テーマ、1つ、那須町農業の活性化に対する取り組みについて、1つ、担い手の育成と確保について。意見、1つ、米価下落、飼料高騰が農業経営に大きな影響を与えている。1つ、国による農業経営に見合う米価格の補填制度のようなものが必要では。1つ、ふるさと納税で農産物返礼品の割合を増やせば、那須町の農産物の品質の高さを PR できるのでは。1つ、家族だけの小規模農家が大多数を占めている。この小規模農家を大切にしてほしい。1つ、もっとご飯の給食を推進できないか。1つ、農業後継者については、結婚していない、または結婚できない若手農業者も多く、まずはこの問題に取り組む必要があるのでは。1つ、新規就農者を募るにも、スマート農業を行うにも、基盤整備が必要である。耕作不利地が多い那須町で、どうやって農業を活性させるかが課題です。写真が3枚掲載されています。意見交換会の様子。米飯の学校給食の写真。那須町ふるさと納税返礼品の一つとして、カラフルな大根やら、
人参が写っている写真です。8月17日、那須町女性団体連絡協議会との意見交換会。テーマ、これからの那須町について、こんな町になったらいいな。意見、一つ、免許を返納しても安心して暮らせる公共交通が必要。一つ、年金で入れる介護施設を多く設置してほしい。一つ、若い人が働ける場所を増やしてほしい。若者の転出を防ぐ取り組みを。一つ、景観を守る再生エネルギーとして、小水力発電や地熱発電を取り入れては。一つ、黒田原町中広場にトイレがなく、イベントなどで不便。一つ、町の中心地である黒田原のにぎわいを取り戻すためにアートギャラリーなどを設けるなど活性化に向けた取り組みが欲しい。一つ、自主防災組織などの取り組みがもっと進めば安心安全に暮らせる。高齢者にも若者にも住みやすい町づくりが課題です。写真が2枚掲載されています。意見交換会に参加された女性たちの様子。黒田原町中広場の広場と建物の写真です。議会報告会、意見交換会とは、議会は町行政と町民の皆様をつなぐパイプ役として、民意を広く行政に反映するよう政策提言などを行うため、町民と直接対話する議会報告会（意見交換会）を行っています。議会報告会からの流れ。議会報告会から議会改革推進協議会にかけられます。その後、政策提言書を作成し、町長へ提出という流れになります。次号では、自治会長等との意見交換会を掲載予定です。以上です。議員の寄付行為の禁止について。公職選挙法の規定により、議員が聖母、年賀などのものを贈る寄付、地域の催し物へ寸紙などを出すことは禁止されています。また、議員に対し寄付を出すよう勧誘する、または要求することも禁止されています。皆様のご理解をお願いいたします。以上です。4ページ、5ページ、決算審査特別委員会。令和3年度の決算を審査し、認定しました。表になっていますので読み上げます。一般会計、歳入総額161億8373万円。歳出総額151億7470万円。歳入歳出差し引き額10億904万円、実質収支額9億430万円。特別会計、歳入総額75億8316万円、歳出総額73億3433万円。歳入歳出差し引き額2億4883万円、実質収支額2億4783万円。水道事業会計、収益的収支、歳入総額7億4377万円、歳出総額6億8119万円、歳入歳出差し引き額
6258万円、実質収支額6258万円、資本的収支歳入総額1億927万円、歳出総額5億113万円、歳入歳出差し引き額3億9186万円の減、実質収支額3億9186万円の減。なお、決算一覧表の中で単位未満を四捨五入しているため、差し引き金額が一致しない場合があります。表終わり。9月13日および14日に、決算審査特別委員会で審査しました。質疑回答の一部を紹介します。議員の質疑。徴税。徴税の収納率が現年度は 99.0% で過去最高。滞納繰越分も 39.7% で良くなってきているが、その理由は。町の回答、税務課長。財産調査や執行停止を含めた滞納繰越の整理を進めた結果と考えている。それにより、現年課税分の滞納整理にも早期に着手できるようになった。職員も収納率向上を意識して取り組んだ結果と考えている。諸収入、衛生費、雑入。資源ごみ、売払い代が減少しているが、要因は？町の回答、環境課長。小型家電の中でも、パソコン、携帯などは売れるが、その他は分解するため、費用が非常に高く、収益が減っている。総務費、ふるさとづくり推進費、ふるさと那須町応援基金について、主にどういった事業に充当されたのか。町の回答、企画財政課長。町長が必要と認める事業 25.8%、子育て支援少子化対策に関する事業 25.5%、新型コロナウイルス感染症対策事業 18.4%、自然環境・自然景観の保全に関する事業 14.5%、地域産業の振興に関する事業 9.7% などとなっている。民生費、保育園費。保育園ICT システムでどういった利便性や効果があったのか。町の回答、子ども未来課長。保護者がアプリを使い、園児が登園、講演したことがわかる。休む時もこのアプリで連絡できるので、電話がつながらないということもない。また、園からも連絡でき、どの保護者が確認したかどうかもわかるため、確認していない保護者には電話することもできる。衛生費、予防費。健康ポイントの利用者はどのくらいか、またその効果は？町の回答、保健福祉課長。令和3年度は185名。国の統計によると、1日あたり1500歩以上多く歩くことで、1年1人あたり3万5000円の医療費抑制に相当すると言われている。農林水産業費、農業委員会費。農業委員制度が変わり、農業委員12名、推進員30名の体制になったが、以前と比べて支障は出ていないのか。町の回答、農業委員会事務局長。
支障が出ているという意見は農業委員、農業推進員からも出ていない。事務局としても現在スムーズに農業委員会活動ができていると考えている。議員の質疑、農林水産業費、農業振興費、新たに町民農園を開設し、13区画が全部使われているとのことだが、その効果と今後の課題は？町の回答、農林振興課長。自分で農作物を作りたいという方が多くおり、その方々に農園を提供できたということは一つの効果。ただし応募者が多く、全員に提供できないことが課題。議員の質疑、商工費、観光費、映像制作、誘致活動、誘客宣伝事業の実績と内容は？町の回答、観光商工課長。問い合わせが79件、そのうち実際にロケが実施できたものが21件。内容は映画4件、ドラマで1件、CM1 件。音楽プロモーションビデオ作成2件、バラエティ10件など。議員の質疑、土木費、橋梁維持費。176橋で安全性に問題があったとのことだが、通行に問題はないのか、また維持・補修の優先順位は？町の回答、建設課長。即通行禁止ではなく、維持・補修が必要という判定。同じ判定でも痛みの進行度はかなり違うので、緊急性の高いものから補修工事をしていく。議員の質疑、土木費、住宅対策費。移住定住コーディネーター、業務委託料は約350万円の支出だが、相談件数と移住件数は？町の回答、ふるさと定住課長。相談件数は160件。そのうち移住したのは27件。50から60歳代が多かったが、令和3年から20代から30歳代の方の相談も増えている。議員の質疑、消防費、防災費。備品購入費で防災備蓄倉庫を新規で購入しているが、設置場所はどこか。町の回答、総務課長、スポーツセンターの敷地に設置。今後、水、食料等を備蓄したいと考えている。議員の質疑、教育費、社会教育、総務費。学校運営協議会委員は、当初予算で120人を見込んでいたが、決算では98人。何か理由があったのか。町の回答、障害学習課長、1校15名ぐらいを予定していたが、学校の状況に応じて人数を選任した結果、98人となった。議員の質疑、国民健康保険特別会計、栃木県版保険者努力支援制度は、特定健診を受けることで町に支援金が交付されるのか。町の回答、住民生活課長。特定健診に何人来たかではなく、受診率が何パーセントであったか、またその後の特定保健指導が何パーセントだったか、それが前年比に対してどうであったかということで加算される。以上です。決算審査特別委員会としての要望。昨年度の決算審査特別委員会において、国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計の基金残高の有効活用について要望したが、
本年度決算についてもさらに積み増しとなっている。ついては、これらの基金の使途について、令和4年度事業または令和5年度予算編成等において、有効に活用されるよう検討することを再度要望する。以上です。6ページ。第5回定例会。第5回定例会審議結果と賛否状況。表になっていますので、上程議案概要、審議結果の順に読み上げます。条例制定等。那須町職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について、地方公務員法等の一部改正に伴い、職員の高齢者部分休業に関する事項を定める。審議結果、原案可決、全員賛成。那須町議会議員及び那須町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙活動にかかる選挙運動用自動車使用料等の限度額について、国政選挙に準じて引き上げる。審議結果、原案可決、全員賛成。地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例について、職員の定年を65歳に段階的に引き上げるための条例の制定。審議結果、原案可決、全員賛成。人事案件。教育委員会委員の任命について、教育委員会委員の任期満了に伴い、菊池章一氏を再任。審議結果、原案同意、全員賛成。監査委員の選任について、監査委員の任期満了に伴い、相馬和夫氏を選任。原案同意、全員賛成。協定の締結、訴えの提起。建設工事委託に関する基本協定の締結について、那須町公共下水道湯本浄化センターほか、一施設の建設工事委任に関する基本協定、原案可決、全員賛成。訴えの提起について、町営住宅滞納家賃等の納入及び住宅明け渡しを求める訴えの提起、原案可決、全員賛成。補正予算。令和4年度那須町一般会計補正予算第4号について、総額132億6760万円、補正額8億8800万円。主な内容、財政調整基金積立金、決算余剰金の2分の1以上を積立、4億5400万円。ふるさと納税推進事業費1億2965万円。地域応援商品券事業費1億4842万円。原案可決。賛成11、反対1。令和4年度、那須町介護保険特別会計補正予算第1号について、総額29億4940万円、補正額7140万円。主な内容、介護保険財政調整基金積立金6380万円。原案可決、全員賛成。決算認定。令和3年度那須町一般会計歳入歳出
決算認定について、原案認定、賛成11、反対1。令和3年度那須町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、原案認定、全員賛成。令和3年度那須町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、原案認定、賛成10、反対2。令和3年度那須町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、原案認定、全員賛成。令和3年度那須町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、原案認定、全員賛成。令和3年度那須町観光事業特別会計歳入歳出決算認定について、原案認定、賛成10、反対2。令和3年度那須町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について、原案認定、全員賛成。令和3年度那須町水道事業会計決算認定について、原案認定、賛成10、反対2。なお、議長、池澤信明議員は、賛否同数字のみ加わります。以上です。7ページ、予算審査特別委員会。道の駅、那須高原友愛の森再整備事業を含めた、令和4年度、那須町一般会計補正予算第4号の審査・審議とポイント。8月26日議員全員協議会。町執行部から、道の駅那須高原友愛の森再整備事業の説明を受けた。再整備事業には多額の費用がかかるため、町執行部から再整備期間における他の大規模公共事業の計画について再説明を求めることにした。9月8日臨時議員全員協議会。再度町執行部からの説明を受け質疑応答を行った。町執行部退席後、道の駅那須高原友愛の森再整備事業について、議員間で討議を行った。9月16日、予算審査特別委員会。町執行部から一般会計の説明を受け、質疑応答を行った。町執行部退席後、議員間で討議を行い、道の駅那須高原友愛の森再整備事業について、意見要望をつけて審査結果を報告することに賛成多数で決定した。9月21日本会議、予算審査特別委員会審査報告書を賛成多数で可決した。予算審査特別委員会報告書における意見・要望。道の駅那須高原友愛の森再整備事業の実施にあたっては、次の点に留意の上事業を進めること。1つ、事業効果を適切に見積もり、その達成に向けた事業計画を確立した上で事業を進めること。1つ、教育施設等の公共施設・個別施設計画に基づく計画的な長寿命化や修繕・更新が予定されているため、本事業による影響が出ないよう財源とのバランスを見ながら、個別の事業費などを精査しつつ、更新等の費用の低減・平準化により、
健全な行財政運営を図ること。一つ、直売所や物産センターの面積の拡大が予定されており、特に農産物等の品揃えの充実化を図るとともに、納入農家の拡大と育成などに取り組み、着実な出荷体制を構築すること。一つ、友愛の森管理の一元化のもと、ナストラン及び工芸館の運営改善を図ること。一つ、建築資材の高騰により総事業費の増加が懸念されるため、那須町の観光や防災の拠点としての機能を確保しつつ、設計および工事実施の段階においても事業費の圧縮に不断に取り組むこと。以上です。8ページ一般質問。調整のここが聞きたい。小野陽子議員、那須町地球温暖化防止実行計画について。質問、再エネ地産地消の具体的支援は？町、今は調査研究段階にある。質問、地方から再生可能エネルギーの地産地消を推進するため、那須町温暖化防止実行計画の中に、町民・事業者への支援策を早急に具体化するなどの文言を付け加える考えは？答弁、環境課長。エネルギーの地産地消については、今は調査研究の段階にあるため、現在のところ記載の予定はない。なお、エネルギーの地産地消とは、地域で発電した電力などのエネルギーをその地域内で消費することです。質問、脱炭素と結びついた農業の振興は重要であり、農地でのソーラーシェアリングや耕作放棄地での太陽光発電を推進する考えは？答弁、農林振興課長。積極的な推進をする考えはないが、適切な情報提供に努める。なお、ソーラーシェアリングとは、農地に支柱を立てて、上部空間に太陽光発電設備を設置し、農業と発電事業を同時に行うことです。質問、家庭や企業での屋根置き太陽光パネル設置に対する支援策は？答弁、環境課長。県が住宅への太陽光発電、蓄電池の導入支援を新たに検討している。県の補助内容を精査し、町の財政状況を勘案した上で検討していきたい。写真が1枚掲載されています。町文化センターの屋根置き太陽光パネルです。小中学校体育館へのエアコン設置について。質問、体育館へのエアコン設置は？町、早急に進めるのは困難。質問、町はこれまでも教育・保育施設に順次エアコンを導入している。小中学校の体育館にはエアコンがないが、体育館利用時において熱中症防止対策は？答弁、教育長。危機管理対応マニュアルの規定に沿って風通しを良くしたり、大型扇風機などを使用し、また、休息や水分補給をするよう指導している。質問、災害時に体育館が指定避難所になっているが、熱中症防止対策は？答弁、総務課長。網戸の設置、扇風機の利用で対策を講じている。熱中症が危惧される場合は、空調設備の整っている避難所から優先的に開放していく。質問、
体育館へのエアコン設置には高額な費用を要するが、最優先すべきでは。答弁、学校教育課長、エアコン設置には、受電容量の拡大工事など、全面改修が必要となり、費用が高額になるため、早急に進めることは困難である。写真が1枚掲載されています。体育館で使用される大型扇風機です。他に、重度心身障害者医療、防災情報伝達の質問もしています。小野陽子議員のつぶやき、町スポーツセンターにもエアコンが設置できないか。以上です。9ページ、竹原嗣男議員。情報公開について、質問、会議録の公開は？町、公開の仕方を検討する。質問、情報公開を積極的に行う考えは？答弁、町長、情報公開の積極的な推進は、公正で開かれた調整の実現に必要。今後も必要なものは積極的に公開していく。質問、情報公開についてここ1年半の間に行った調査・検討内容は？答弁、総務課長、千葉市、横浜市など会議録を公開している自治体は確認した。情報公開は大切であり、今後努力が必要だと考えている。質問、会議記録を開示するのか。答弁、総務課長、会議はいろいろな種類があり、情報を開示するか、庁内で検討したい。質問、会議記録を開示して問題になることがあるのか。答弁、総務課長、問題ということではないが、かなりの数の会議や委員会があるので、情報公開の仕方を検討する。千葉市の情報公開の例が載っていますので、読み上げます。期間、庁内、公開内容、基本方針、重要施策対策、災害対策等に関する会議録。期間、付属期間、公開内容、審議会、委員会等の会議録。期間、指定管理者、出資法人、公開内容、協定書、提案書、事業計画、事業報告等、表終わります。災害時の要配慮者対応マニュアルについて、質問、自治会などへの協力要請は？町、協力要請できるよう調整する。質問、小地域福祉見守りネットワークの活動状況は？答弁、保健福祉課長、見守りマップ、災害時の連絡体制の整備や自主防災組織の立ち上げなどを行っている。普段の生活の中で、見守りにつながっている。なお、小地域福祉見守りネットワークとは、一人暮らしや高齢者世帯、障害者世帯などが地域の中で孤立しないよう、地域住民が共同して見守り、助け合いを行うことです。また、見守りマップとは、見守りが必要な人の所在地を明らかにした地図のことです。質問、地区ごとの見守り業務計画が策定されていない町の考えは？答弁、町長、業務計画を那須町社会福祉協議会に任せていたが、那須町行政も社会福祉協議会と意見交換し進めていきたい。なお、見守り業務計画とは、見守りの体制等について、地域の状況に応じて、
事業協力者の意見をもとに作成する業務計画のことです。質問。避難支援個別計画は自治会等と共有されているのか。答弁。保健福祉課長。現在名簿提供だけだが、今年度調査した個別計画を提供したい。質問。災害時に避難支援者が支援できないケースが想定される。自主防災組織や自治会と連携した支援が必要だが、協力要請する考えは？答弁、保健福祉課長。災害時には地域の方々が相互に助け合う環境が重要。自主防災組織や自治会に協力要請できるように調整する。避難行動要支援者対応が図で示されていますので、説明いたします。那須町が要配慮者約6000人、障害者、高齢者世帯、幼児、妊婦を把握しています。また、避難行動要支援者約260人、自ら避難が困難な方を把握しています。支援者としては、支援者、民生委員、自治会、自主防災組織などを組織し、町は要支援者名簿、支援個別計画を作成したものを示し、その方たちに支援していただくような仕組みになっています。説明終わり。他に、子どもの居場所支援、公共施設の省エネルギー化、里山・里地整備の質問もしています。竹原嗣生議員のつぶやき。会議録公開は公正な調整運営に欠かせません。以上です。10ページ、平山照隆議員。那須町地球温暖化防止実施計画について。質問、サステナブルファッション推進は？町、国に倣い推進したいと考える。質問、CO2 削減に向けた過程での実効性の高い具体的施策は？答弁、環境課長。町民一人一人のライフスタイルを変えることが重要であり、環境省の示すゼロカーボンアクション30の電気等エネルギー節約や家庭ごみの減量などに取り組んでもらいたい。なお、ゼロカーボンアクション30とは、地域における暮らし、社会分野を中心に、生活者目線での脱炭素社会実現に向けた行動と具体策を示したものです。質問。衣類を作る工程で大量の CO2 が排出され、また、日本において1年に10億枚の新品の衣類が廃棄されている。サステナブルファッションの推進は？答弁、環境課長。ゼロカーボンアクション30の取り組みを推進していくので、これも推進したいと考えている。なお、サステナブルファッションとは、衣類の生産から着用、廃棄に至るプロセスにおいて、将来にわたり持続可能であることを目指し、生態系を含む地球環境や関わる人、社会に配慮した取り組みのことです。質問、衣類の一部を資源物として回収する考えは？答弁、環境課長。衣類は再利用もできる貴重な資源であり、拠点回収をしている自治体を参考に、再資源化に向け検討していきたいと考える。町の
自治体 DX 推進について、質問、若手職員のプロジェクト参加は？町、意見を反映できる環境づくりに努める。質問、本庁における自治体 DX 推進の基本理念は？答弁、庁長、デジタル社会形成基本法の理念にのっとり、行政サービスに係る住民の利便性向上や、庁舎内事業改善・効率化に取り組みたい。なお、自治体 DX とは、自治体デジタルトランスフォーメーションの略。自治体がデジタル技術やデータを活用し、業務効率化や行政サービスの改善を進めながら、住民の利便性向上を目指す取り組みのことです。質問。課題を共通認識し、効果的な施策を展開するために、自治体 DX 推進実行計画の策定は？答弁、企画財政課長。推進方針や実行計画を今後策定したいと考えており、国、県との適切な役割分担を踏まえ、町に合った DX 推進に努めていく。質問。自治体 DX は若手の台頭を促す機会であり、また若手が将来の那須町を考える機会でもあるが、プロジェクト参加は？答弁、企画財政課長。DX 推進に先駆け、主査、主事級を含めた検討部会を設置した経緯もあり、若手職員の意見を聞くことは有効であると感じている。若手職員の意見を反映できる環境づくりに努めたい。写真が掲載されています。公共交通の DX、自動運転バス実証実験の様子の写真です。平山照隆議員のつぶやき、サステナブルファッションの施策展開、学校自治会などに期待。以上です。ここまではハフカでした。11ページ、高橋明議員。役場業務改善について。質問、ユニバーサルデザイン導入促進は？町、必要なので検討したい。ユニバーサルデザインとは、年齢や障害の有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすること。質問、外国人や聴覚障害者との円滑なコミュニケーションを図るため、AI 翻訳や遠隔通訳を導入する考えは？答弁、総務課長。該当者が来庁した際は、支援者が同伴していることが多く、スムーズに対応できているため、現時点の導入は考えていない。今後、そのような場面が増えることも考えられ、これからの課題である。質問、LINE を活用した行政手続きのオンライン化を実施する考えは？答弁、総務課長。今後、オンライン化を進めていく中で、前向きに調査し検討したい。質問、納税通知書等の帳票類にユニバーサルデザインを取り入れる考えは？答弁、総務課長。現行システムでの対応は困難だが、対応は必要なので十分調査する。質問、ユニバーサルデザインのガイドラインを作成する考えは？答弁、総務課長。ガイドラインという形になるかはわからないが、ユニバーサルデザインは進めていかなくてはならないので、よく検討したい。写真で大阪府堺市のユニバーサルデザインガイドの分かりやすい印刷物の作り方の表紙が掲載されています。ゼロカーボン実施施策について、ゼロカーボンとは、二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすること。質問、
EV 購入助成の考えは？町、インフラ整備も踏まえて取り組む。質問、那須町地球温暖化防止実行計画で目標を達成した場合の具体的な CO2 削減量が記載されていない理由は？答弁、環境課長。削減量が算出できないものもある。算出可能なものは今後記載できるよう協議したい。質問、ゼッチ普及促進のために助成を行う考えは？ゼッチとはネットゼロエネルギーハウスの略。高い断熱性能をベースに高効率機器による省エネと太陽光発電などによる総エネを組み合わせることで住宅の一次エネルギーの年間消費量をおおむねゼロになる住まいのこと。答弁、環境課長。地球温暖化防止対策を進める上で効果的だと考える。助成は国、県、多市町の動向を踏まえて検討したい。質問、ゼッチの中心となる太陽光発電設備と蓄電池に助成する考えは？答弁、環境課長。国の事業と整合を図る必要があるので精査しながら検討したい。質問、県北三市町で EV 購入補助がないのは那須町だけ。助成の考えは？答弁、学校教育長。インフラ整備も踏まえて取り組みたい。今後 EV や充電設備の購入助成を検討したい。議員のつぶやき、ユニバーサルデザインガイドはすぐに作れます。動画配信が見られる QR コードが掲載されています。以上です。12ページ、田村並幸議員。孤独・孤立対策について。質問、社会的孤独・孤立の把握は？町、町独自では把握していない。質問、コロナ禍で深刻化する社会的孤独・孤立の実態把握は？答弁、副町長。町独自では調査はしていないが、国の令和3年12月、人々のつながりに関する基礎調査に基づくと、孤独感が常にある、しばしばあると回答した割合は、男性が 4.9%、女性が 4.1% になっている。質問、当事者からの申請だけではなく、プッシュ型で支援する考えは？プッシュ型とは、申請主義の弊害解消を目指して、住民の問い合わせを待たずに、必要な行政サービスにつなげていく方法。答弁、保健福祉課長。国が策定した孤独・孤立対策の重点対策の基本方針では、実態把握とともに、申請主義によらない声を上げやすい環境整備を推進するとしており、今後調査研究していく。質問、地域において当事者を包括的に支える支援体制は？答弁、保健福祉課長。国の計画の中においても、高齢者に限定しない様々な年代の孤独・孤立に対する生活支援を行う包括支援センターの設置が求められているため、今後調査・研究していく。国の計画とは、孤独・孤立対策の重点計画のこと。高齢者の相談に応じる施設、高原地区・地域包括支援センターの建物の写真が掲載されています。自治会の地域見守り活動の推進について。質問、孤独・孤立者を生まない取り組みは？町・自治会への加入促進を図る。質問、孤独・孤立に対する自治会等の地域見守り活動を進める考えは？答弁、総務課長。見守り活動は地域における人とのつながり確保の役割を担い、居場所づくりや交流の場へ発展する可能性が期待でき、自治会等に対して孤独・孤立対策の趣旨についても理解いただくよう周知していく。質問、
自治会役員が改選されても見守り活動等が引き継がれる方策は？答弁総務課長。見守り活動を行ってきた自治会においては、その活動の必要性、重要性を改選後の役員にも理解を得ることが必要。自治会連合会の協力のもと周知を図っていく。質問。社会的孤独・孤立者を生まないために、移住者や地域住民が自治会に加入しやすくするための取り組みは？答弁総務課長。加入することは孤独・孤立を未然に防止する効果があり重要である。加入促進を図るため、他自治体の優良事例を参考にしていく。議員のつぶやき。現状を一歩でも前に進める取り組みを。動画配信が見られる QR コードが掲載されています。以上です。13ページ。令和4年第5回定例会傍聴者アンケート集計結果。定例会アンケートにご協力いただきありがとうございました。皆様のご意見を議会活動に反映するよう努めます。アンケート結果はホームページにも掲載しております。アンケート回収日、9月2日から9月20日。傍聴者数11人、回答者数8人、回収率 72.7% でした。町議会を傍聴して気づいた点、ご意見をいただきました。意見、再生エネルギーについても消極的な見方と思わざるを得ない。回答、再生エネルギーは地球温暖化防止のために大切なことなので、今後より一層議論を進め、町に提言を行っていきます。意見、議員の質問内容はとても分かりやすくまとまっていてよかったと思います。町からの回答がやはり曖昧で、結果どうするのかが分からないままです。町からの回答の引き出し方の具体化、誰がいつまでにどうやって何をするができたらさらに良いと思います。引き出した情報は町民に分かりやすく発信をお願いします。回答、できるだけ明確で具体的な回答を引き出すようにします。また、町民の皆様にはできる限り分かりやすく発信します。意見、1年半前にも回答したのに、何の進展もないことに驚いた。情報公開にしてもゼロカーボンにしても防災にしてもすぐに対応しなければ。問題について調査研究している、調査研究する、国の対応に合わせてという応対では進歩がない。那須町独自の政策を持つべき。回答、町の回答に対しての追跡調査や町独自の政策について執行部に提案していきます。意見、町の回答は調査中や国、他県、他の市町の取り組みを注視するなどが多く、町として何を目指しているのかよく分からず残念である。回答、町の目指していることが答弁を引き出すよう質問の内容を工夫してまいります。意見、脱炭素社会を実現するためには具体的な数値目標やいつまでに何をするか期間を区切って実行していくことも必要かと思いました。回答、カーボンニュートラル実現会議やロードマップ作成、重点プロジェクト設定について町に提言してまいります。町議会全般についてご意見をいただきました。高齢者の方々からもっと町のためになるような意見を聞き、実現してほしいとの声を聞きます。意見交換会なども大切ですが、町議の方々が町民のもとに出向き、話を聞く場を多く持てればもっと良い町づくりになると思います。例1、デマンド交通について、利用者が増え予約できないので改善提案をしたい。例2、カヌーやサップなど矢の目ダム活用、一般利用で観光資源の強化など
具体的な意見も多くなります。 SUP とはスタンドアップパドルボードの略称で、ボードの上に立ちパドルを漕いで水面を移動するウォータースポーツです。回答。今後、議員の一人一人がより多くの町民の皆様と話し合いをする機会を増やし、町民目線に立った政策提言につなげていきたいと考えております。意見。かみ合った形での質問と回答もありました。ソーラーシェアリングの問題など納得できる回答もありました。建設的な議論の積み上げを望みます。回答。議員の質問力のさらなる向上を目指してまいります。意見。ほとんどが男性で構成されている町議会に違和感。回答。女性議員を含めた議員のなり手不足を解消するため、調査・研究してまいります。他のご意見等が見られる QR コードが掲載されています。以上です。14ページ、常任委員会の重点活動。総務産業常任委員会、行政視察、兵庫県朝来市有馬温泉。兵庫県朝来市と一般社団法人有馬温泉観光協会を行政視察、8月4日から6日。住みたい田舎ベストランキング、株式会社宝島社で、常に上位の朝来市、人口減少対策について視察、朝来暮らし応援室や地域自治協議会等により移住対策を実施、朝来暮らし体験住宅は事前に地元自治会と面談するなど、地域とのつながりも含め、本気で移住を考えている人を対象に、行政と地域によるさまざまなサポートを行っている。朝来市まちづくり協同部の皆さんと意見交換をしている様子の写真が掲載されています。温泉を生かした魅力ある観光地づくりについて、温泉番付で常に上位にランクされている有馬温泉を視察。有馬温泉観光協会会長であり、国土交通省の観光カリスマの一人の金井博信氏に対応をいただいた。多くの観光客が、平日にかかわらず温泉街を散策していた。数十年後を見据え、そぞろ歩きや有馬川川町づくりに取り組み、このようになるまで30年以上要した。有馬温泉町づくり基本計画を策定し、有馬らしさやその遺伝子を守り育てることなどを基本方針に、若者が中心となって取り組んでいる。家族連れや若者でにぎわう有馬温泉のそぞろ歩きの様子の写真が掲載されています。那須町消防団との意見交換会、8月26日。消防団の現状と課題についてなどをテーマに、那須町消防団幹部と意見交換会を行いました。主な意見。タンク車の運転は大型免許、ポンプ車は中型免許が必要であり、免許取得の補助があるといい。実質同人員は400名程度であり、定数が400名でも活動に支障がないと思う。双方大会が団員の負担になっているのは事実。消防団応援の店の拡大や公共施設の割引などがあると団員としてのメリットが生まれる。参加した副分団長以上の団員が熱心に意見交換をしている様子の写真が掲載されています。所管事務調査、旧美濃沢省、旧芦野省の利用状況、9月16日。町有財産の有効活用。調査結果、旧美濃沢小学校、那須ユートピア美濃沢アートビレッジとして、グランピングやサウナ、キャンプファイヤーなどの設備に加えて、カフェやアートスペースなどが設置されており、校舎・校庭の特徴を生かしつつ、誘客施設として有効に活用されていた。旧芦野小学校は、聖公会が地域密着型特別養護老人ホーム芦野園として活用されており、調査時点で
29床満床となっている。写真では旧美濃沢小学校の教室を利用したアートスペースの模様と芦野園での調査で話を伺っている様子が掲載されています。行政視察、南房総市と大多喜町を視察、7月4日から5日。千葉県南房総市、令和4年9月1日現在、35,780人、面積 230.10km². 南房総市における特色ある教育。南房総市では、子どもたちが地域に誇りと強い思いを持ち、自己の可能性を伸ばす教育を推進するために、4つの柱を教育方針に掲げている。1、学力の向上。2、南房総学の推進。故郷への誇りと強い思いの需要。3、非認知能力の育成。4、ハイテクとハイタッチ。デジタルとアナログを並行させた保育・教育の展開。当日対応いただいた三平教育長をはじめ関係者との意見交換が行われ、教育長の子どもたちに対する熱い思いを感じた。教育とは生き方を教えること、教え続けるために学び続けるとの信念を持って子どもたちに向き合っている姿に感銘を受けた。写真では、教育関係者との意見交換を熱心に行っている様子や、幼保小中一貫校、陵南学園内を視察している校舎内での様子が掲載されています。千葉県大多喜町。千葉県大多喜町、人口、令和4年9月1日現在、8,436人、面積、129.87km². 町の活性化につながる SDGs の取り組み。SDGs 大多喜学園を視察。株式会社 JPF が廃校を利用して、スポーツが育む社会、場づくり。地域が育つ事業へ、町づくり。人が育つ企業へ、人づくりの3つを主に事業を展開している。また、同社は農業に従事しながらプロバスケット選手として活躍できる人材を育成したり、農業の抱える問題に果敢に取り組んでいて、今後成功事例として全国に展開できれば、農業に対する大きな期待が持てる取り組みであると感じた。食に携わる職業としての重要性を再確認し、若い人が希望を持って関われる環境を本庁でも作っていただきたい、そういう思いになった。写真では、SDGs 大多喜学園校舎の写真と、SDGs 大多喜学園と意見交換を熱心にしている様子が掲載されています。以上です。16ページ、議会運営委員会の行政視察。山形県天童市、庄内町、遊佐町。令和4年9月26日、27日。調査事項及び調査結果。1、議員報酬の見直し及び政務活動費の支給について。議員報酬の見直しにあたっては、県内自治体との均衡と執行部管理職給与を参考にしている。政務活動費の支給については、有効に活用されているとの意見がある一方で、住民等や職員間でも賛否が分かれている。天童市、庄内市、遊佐町。所見、職員報酬については、全国町村議長会からシミュレーションなどが示されるなど、増額を含めた議員報酬の適正化が課題とされている。政務活動費は必要とされているが、課題も多く、町村議会での導入は全国的に進んでいない。議員のなり手不足解消の一手段として、議員報酬の見直しや政務活動費の支給について、今後も慎重に
調査研究を重ねる。2. 議員のなり手不足解消対策について、平成30年6月の庄内町議会議員選挙において定員割れとなったことを受け、町議会議員のなり手不足を解消するため、定例会での独自の参考人招致など各種対策を実施している。特に女性をターゲットに取り組んでいる。庄内町所見、本町では議会議員選挙において定員割れは発生していないが、全国的に特に小規模市町村で問題となっている。近年の文献化の進展により、地方議会が有する権限とそれに伴う責任の範囲は拡大しており、地方議会が役割を十分に果たせなくなることが懸念されるため、町民が町議会に関心を持ってもらえるよう取り組む。3. 少年議会について、次世代を担う若者たちの町政参加を促すため、平成15年から町内在住在学の中学生高校生で構成される少年議会を開催しており、投票率の向上につながっている。遊佐町所見、本町でも投票率の低迷や若い世代の政治離れが課題となっているため、少年議会等を参考に主権者教育における議会の取り組みを進める。以上です。17ページ、みんなで議会だよりを育てよう。議会広報モニターと意見交換会、開催、令和4年9月15日。5名のモニターさんから貴重なご意見を多数いただきました。今後もより良い紙面作りに努めてまいります。参加していただきありがとうございました。表紙について、表紙の題字はローマ字でない方がいいのでは？漢字でナスの文字はブランド。伝えたいことを決めて表紙を検討しては。子どもたちを表紙に取り上げるのはとても良い。町広報誌との差別化が大切。記事について、キュービーキャラクターの使用再開。一般質問した内容のその後の対応を掲載。使われている書体の種類が多すぎる。その他、2ヶ月に1回くらいモニター会議を開催しては、熱心に意見交換会をしている様子と、5名のモニターさんである安藤秀幸さん、高久純平さん、高田光子さん、羽田隆人さん、平山茂一さんの顔写真が掲載されています。以上です。議会研修会、令和4年8月26日、議会・議員活動の在り方をテーマに、大正大学社会共生学部教授の江藤俊明氏を講師として招き、議員研修会を開催しました。これからの議会・議員活動にあたり、住民自治の根幹としてその機能を十分発揮できるよう、多くのアドバイスをいただきました。また、本庁の議会だよりの構成について、なかなかよくできていると好評いただきました。町振興計画に沿って、一般質問、予算、決算審査を行う。一般質問した内容を議会全体の課題として取り組む。議案審査が重要であり、議員間討議を通じ、必要に応じて修正、付帯決議を行う。大正大学教授江藤俊明氏の顔写真と、議員研修会場に議場を初めて使用して行われた研修会での様子の写真が掲載されています。以上です。18ページ、議員見聞録、こんなところに行ってきました。レポート第7弾、那須町立図書館、新聞でタイムスリップ講座の巻。那須町図書館は、このほど、令和4年度の子どもの読書活動優秀実践図書館として、文部科学大臣表彰を受けました。子どもの読書や学習への意欲を高める幅広いイベントや講座の開催、
読み聞かせボランティアの育成を行っている点が評価されました。そこで、広報特別委員会では、9月17日土曜、道館でのイベント、新聞でタイムスリップへ参加しました。下野新聞の増刊号や号外、そして那須町の昔懐かしい記事などを見ることができ、貴重な機会でした。昭和55年に行われた土地の葉国体の懐かしい記事の写真が掲載されています。参加者には、生まれた日の下野新聞の一面記事とテレビ欄の縮刷版をプレゼント。僕の生まれた日の新聞にはこんなことが載っているよ、と熱心に新聞記事を覗き込む親子の写真が掲載されています。図書館では、情報が得られる、学べる、楽しめる、いろんな本に出会うことができる。図書館の利便性の向上のために、エレベーターの設置、書庫の増設、コミュニティホールの拡大、多目的トイレの設置、各種イベント、移動図書館や各学校の学級文庫入れ替えなど、地域に根ざした活動に心がけています、と深沢館長。見学した感想、那須町立図書館は指定管理者制度を導入し、町民サービスの向上と効率的な運営を図っています。また、100万曲以上が無料で聴ける音楽配信や法令データベースも完備されていますので、多くの町民の皆さん、中高生の皆さんにも利用してほしいと感じました。指定管理者制度とは、公の施設をノウハウのある民間事業者等に管理してもらう制度。以上です。19ページ、行政視察等を受け入れました。那須町議会では行政視察、委員会、会派等を受け入れており、全国各地から多くの方々に当庁へのお越しをいただいています。北海道松前町議会運営委員会、期日7月26日火曜、視察事項、議会改革の取り組みについて、議会運営について、議会だよりの編集について、松前町議会の皆さんと意見交換をしている様子の写真が掲載されています。群馬県高崎市広報委員会、期日8月24日水曜、視察事項、議会広報の編集方法について、長野県下諏訪町広報特別委員会、期日7月22日金曜、視察事項、議会だよりの編集について、意見交換をしている様子の写真が掲載されています。宮城県対話町広報常任委員会、期日9月21日水曜、視察事項、議会だよりの編集全般について。以上です。お詫び、那須町議会だより第165号6ページ上段において、竹原嗣生議員の一般質問の回答に誤りがありました。お詫びするとともに次の通り訂正します。質問、支援を必要とするケアラーの把握は？誤りの答弁、来年度協議会を立ち上げ、ケアラー支援推進計画を策定する。正しい答弁、ケアマネージャーが行う小中学生については、教師やカウンセラー、子育て支援センターの児童家庭相談員等が把握に努めている。以上です。栃木 e-books、栃木県と県内市長が発行する広報誌等の電子書籍を無料で閲覧できる地域特化型電子書籍ポータルサイトです。栃木 e-books は使用料無料のアプリで、パソコン上のウェブサイト、スマートフォンやタブレットで本をめくるようにいつでも誰でもどこからでも読むことができます。栃木 e-books QR コードが掲載されています。町色、広報誌等配信アプリ町色とは、町色アプリをスマートフォンやタブレットから無料ダウンロードし、
広報誌等を閲覧できるアプリです。広報誌をアップロードすると、スマートフォンへプッシュ通知でお知らせが可能となります。まちいろ QR コードが掲載されています。以上です。20ページ、傍聴席、大沢平出文弘さん。那須町に移住して3年、豊かな自然と諸先輩方との交流を楽しみながら、充実した日々を過ごしている若輩者です。町政に興味を持ったきっかけは、諸先輩方から困りごと、こうなったらもっと便利になるのになどのお話を聞くようになったことでした。町に相談しても無駄、無理と言われる方もいる中で、まずは町政運営を知ろうと、2021年11月から傍聴を始めました。大抵の人は政治には期待できないという印象ではないでしょうか。私もそんな考えを持つ一人でしたが、いざ議員の方々の質疑を聞くと、多忙な中よく勉強されていて、知識に裏付けされた内容となっていることに驚かされます。それに比べて町からの応答は具体性が乏しく、町民としてとても残念に感じます。議会、議員の方には裏付けされた質疑を今後もお願いするとともに、町からは何を目的、どうして議論、いつまでに計画、どうする結果など具体的な応答及び町民が議論の過程、結果を簡単に閲覧できる環境の整備を期待します。平出文弘さんの顔写真が掲載されています。以上です。町民の声、小島渡辺剛さん。以前、町民の声でデマンドタクシー、そして町民バスの利便性がまだまだ低いことを知りました。たびたび話題に上がる免許証の自主返納は、将来当事者になったとき、今のままでは返納に躊躇してしまうであろうことは間違いないです。高齢の一人暮らしや夫婦二人暮らし、理由あって自家用車を使用しない方、さまざまな方に対して自立を促せる町になってほしいと思っています。そういった方々が安心して集える場所や生活圏があり、必要なものが揃った環境で自由に散策し、生活ができる世の中になればと願っています。孤立することなく、多くの人と関わり合い、そして本来あるべき姿のまま日常生活が送れるということは、心身ともに良い効果をもたらすことにつながると思っています。提示することはとても簡単なことで、課題は山積ですが、誰もが当事者になります。どうか一人でも多くの方の笑顔が増えますよう、議会活動していただきたいと切に願う次第です。小島渡辺剛さんの顔写真が掲載されています。以上です。12月定例会の予定。11月30日水曜から12月14日火曜。11月30日水曜から定例会開会。12月5日一般質問第1日。6日一般質問第2日。8日、常任委員会。9日、常任委員会。12日、常任委員会。13日、予算委員会特別委員会。14日、定例会閉会。議員全員協議会傍聴のご案内。開催予定、11月25日、12月21日、1月25日、いずれも9時から。開催予定は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。議会のスケジュールは町のホームページ、那須町議会カレンダーから確認できますので、参考にしてください。QR コードが掲載されています。以上です。議会を動画で見よう。9月本会議の模様をインターネットで動画配信しています。那須町議会中継で検索か、QR コードが掲載されています。以上です。編集室。
ペールブルードット。今から32年前に無人宇宙探索機ボイジャー1号が撮影した写真です。そこには淡く青い小さな点にしか見えない地球が写されています。地球は広大な宇宙の中ではとても小さな存在ですが、そこに生きる私たちにとってはかけがえのないものです。しかし地球は今、気候変動や地球温暖化など環境問題が深刻化しており、自然災害の激甚化や農作物の不作など暮らしへの影響が危惧されています。私たちが安全安心に暮らし続けられるよう、一人一人ができることから取り組んでいくことが必要ではないかと感じています。町では那須町緊急情報伝達システムを運用していますが、10月1日からは固定電話へも緊急情報を伝達するスグメールプラスのサービスを開始しました。私たち議員も皆様の安全安心な暮らしの実現に向けて活動していかなければと思います。関幸夫議員。議会広報特別委員会委員長平山貴則議員、副委員長関幸夫議員、委員高橋明議員、委員田村波之議員、委員木村修一議員。本誌はボランティアの協力により音訳版を作成しています。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。以上です。ここまでは大平でした。発行、栃木県那須郡那須町議会。発行人、那須町議会議長池澤信明。郵便番号 329-3292、 栃木県那須郡那須町大和田寺五平 3-13、 電話 0287-72-6926 番、ファックス 0287-72-6933 番。以上で那須町議会だより第166号令和4年11月1日発行を終わります。